那覇市所有の土地をめぐり、那覇市議会の議長だった久高智弘市議が、土地の売買の取りまとめを期待した会社代表の男性から現金5000万円を受け取ったとされる問題で、久高市議は昨日、議長職の辞職願を提出しました。これを受け、那覇市議会は今日の本会議で、久高市議の議長職の辞任について諮り、全会一致で辞任を許可しました。那覇市議会はあさって本会議を開き、新しい議長を選出する見通しです。